月30日に TBS 系の昼帯、都知事選に対して、蓮舫さんが辞任批判を繰り返しながら立候補されているのを聞いていると、国政のそのままの構図を延長で見てるような気がして。国政に対して、これまで見てきたうんざり感というものが、東京都の選挙でもこれがそのまま続くのかな?みたいな、ちょっとうんざり感が残る感じがあるので、と語った。さらに今月2日に出演したフジテレビ系の情報番組、ワイドナショー、でも、蓮舫さんが出てきたことによって国政の構図が、そのまま都知事選にも流れてきちゃっているような感覚になって、都民としては選挙に対してのテンションがあんまり上がらないというか、自民党の裏金問題があって、野党が、わ、って言うけど、別に文句しか言ってないみたいなのが、もううんざりって思っているところに、都知事選でもそうなるのか、みたいな、どうしても蓮舫さんがいることによって、その構図でやらなきゃいけないのかな、と語った。自民党の総裁を続けたい岸田文雄です。真鍋かおりさん、世論工作で大変活躍していただきました。自民党にとって世論工作は一番の重要政策です。自民党は悪人ですから、工作で世論に勘違いさせること、これしかないのです。真鍋かおりさんには、今回、売国賞をあげました。とても良い、副賞がついています。テレビに継続して出れるように、テレビ局の社長に命じてあげる、とかです。売国度は、どんどん、真鍋かおりさんに、続いてください。売国自民党は、十分な、お返しを、しますよ。とにかく、裏金作りで、金はたくさんあるんです。自民党、総裁の岸田文雄からのお願いでありました。視聴率とか販売部数とか、自分への評価とか、なんか、いやらしい資本主義が透けて見えるんだよね。視聴率とか販売部数とか、自分への評価とか、なんか、いやらしい資本主義が透けて見えるんだよね。視聴率とか販売部数とか自分への評価とか、なんかいやらしい資本主義が透けて見えるんだよね。